ヤヌ・ミュラー・ビランドは、ドイツの女子フィールドホッケー選手。ポジションは、MF、DF、ハンブルク出身。北京五輪及び、ロンドン五輪ホッケー女子ドイツ代表。ホッケー、日本リーグ及び所属チームであったコカ、コーラウエストレッドスパークスでの登録名は、ヤヌ・ビランド。日本のメディアでは、ヤナ・ミューラー・ビランドとも表記される。母親も元フィールドホッケー選手で、 その影響で1992年6歳からウーレンホルスター HC でフィールドホッケーを始める。妹のロダも同チームでプレーし年代別代表に選ばれている。大学では経営学を専攻、まず2年間デュッセルドルフ大学で学び、後ハンブルク大学に編入し卒業。2002年から年代別ドイツ代表に選ばれ、2002年、 ロッテルダムで行われた U-16 欧州選手権優勝。2006年カターニアで行われた U-21 欧州選手権優勝。同年サンチャゴで行われた U-21 世界選手権準優勝に輝く。A 代表に選出された当初は FW として起用されたが、2008年北京五輪直前から本来の守備的なポジションに起用され、 北京五輪では4位入賞。この年の年間最優秀若手選手にノミネートされている。ウーレンホルスター HC ではキャプテンを務めていた。2012年ロンドン五輪ドイツ代表に選ばれ、7位に終わる。2014年6月から10月末まで、ホッケー、日本リーグのコカ・コーラウエストレッド・スパークスに所属し、リーグ優勝に貢献する。 同年11月に再びウーレンホルスター HC に戻っている。ありがとうございます。